皆さん、こんにちは。レックス専任講師の根本です。ここでは私が秋から担当するテキストバージョンアップ講座について説明をしていこうと思います。こちら、講座のコンセプト。どういうコンセプトの講座かといいますと、10回の講義で自分のテキストをバージョンアップさせていこうと。使っているメインテキスト、何年前のものでしょうか。それを今の傾向、今の法令、 それにどんどん合わせていきましょう。それをやろうとするのがこの講座です。具体的には次のスライドで説明します。今ご自身の持っているテキスト、これについていろんな加工をしていく必要があります。例えば、法改正による修正が必要であれば、それは修正すべきです。古い情報のまま、昔の情報のまま勉強している、 それで本試験出てしまって間違える。非常に残念な状態です。法改正部分は積極的に取り入れて自分のテキストに修正を入れるべきです。また、新しい分野の論点。そういったものが毎年のように多く出ています。そしてそれはものによっては連続して出てくることもあります。 今まで自分のテキストは載ってない。そういった新しい分野が出てくれば、そこもどんどん増やしていくべきです。過去問の分野、これはどん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 広がりを見せています。例えば、商業陶器の設立の部分、ここ最近、同じ論点の繰り返しというよりも、どん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 論点が広がっているんです。 なんとか既存知識で正解に近いところまで行くんですが古い情報ばっかり繰り返したらそのうち解けなくなるでしょう過去問範囲広がっているものはどんどん広げるべきです最後に最新判例や最新の洗礼そういったものも取り入れていくべきでしょう預貯金再建についてこちら遺産分割の対象になるだとかそういうとか 相続法規の立証書面は、相続法規、真実受理証明書以外でも良くなっているだとかです。こういった新しい情報も率先的に入れるべきでしょう。その上で、この講座ではどんなことをやるのか。まず、ここ3年間、28、29、30年、この部分についての 法改正情報を提示します。また、判例でも、もうこれは影響がでかい判例、もしくは今までの知識の切り替えが必要になる宣例そういったものを提示していきます。で、もちろん、二三3 1年、まあ、平成31かどうかわかりませんがええ、次の相続法改正も対応しております。第1回目、だいたい1時間半近く、この相続法改正を説明しています。 そして改正部分に関してはこんなようなレジュメになっています。こちら上の方にイメージの絵があり、種子が載っていて、そしてその下には改正後の条文、改正前の条文をできるだけ入れるようにしています。全部が全部こういう形式ではありませんが、できるだけこんな感じのイメージ、趣旨、そして新旧対象の条文にしています。ここのの対象条文ににすることによって、 自分のテキスト、条文番号から、あ、ここを変えればいいんだと。というふうに条文番号をもとに探すことが可能になります。では次には、新分野の部分です。新しく出ている分野、これに関してはゼロベースから説明しています。そして、えー、最近、 え、出てきている原因証明、原因証明の内容についても、え、これもレジュメを一つ作りまして説明していきます。例えばこれが新分野の論点についてのレジュメの一部です。セキュリティトラスト、え、かつて、え、こちら、登録免許税で一足、それで30年に知識で一足出ています。え、そろそろ大問一問来てもおかしくありません。そういった部分について、 ゼロベースから説明する講義とレジメを用意しています。で、もう一つ。28,29,30で過去問範囲、過去問の知識で広がりがあるところ、ここまで広げないといけないよと,といった部分え、それも説明していきます。ここは単なる過去問解説ではありません。えー、この問題、丸抜、理由がこうというものでありません。 例えばこんなように図を作って説明しその過去問出たところだけでなく他の部分についても検討を加えていきますこれによってその過去問の丸抜だけでなく周辺知識のインプットにもなりますそして最後になりますが科目ごとどんな傾向になっているかまたその科目がどんな傾向の変化をもたらしているか 自分の勉強が今の傾向と合ってない。これがまずい状態です。科目ごとの特性の振り返り、及び傾向の変化を見ていきます。具体的には、科目ごと、分野ごとに、どの年代にどういうことが出ているのか。それを見た上で、こちら、近年の傾向がどうか、それで30年どうだったか。 そして今どんな変化をもたらしているかとえそういったものを詳しくやっていきますですねこれを聞いて自分の学習のスタンスあここはもうちょっとやらなくちゃいけないんだなとあこここう変わってるのかとじゃあここ力を入れようここは力を抜こう自分の学習のメリハリに使ってくださいで最後にこの講座どんなふうに活用するかと ということを説明しようと思います。まず、講義を受講する。で、テキストあの講義レジュメの方にどんどん書き込んだりする。そしたら次に、その該当部分、自分のテキストに載ってるかどうかを見てください。そして、自分のテキストに載ってるぞと。で、あ、こう、改正だから修正がいるぞ。あ、新しい情報だから付け加えないと。といったもどんどん付け加えをしていく。 で、ものによっては、あ、これ、レジュメ自体がないなと、えー、単元、単元自体がないなというのがあれば、このレジュメを切り取って、そこに貼り付けるなどをしてください。このような形をとって、ご自身の持っているテキスト、それをどん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 バージョンアップしていきましょう。以上が私の今回行うバージョンアップ講座の概要です。ぜひご検討ください。それでは、今回の動画は終わりに、終わりにいたします。最後までご視聴ありがとうございました。